カナキヌマブは、インターロイキンマイナス 1β を標的とする、ヒトモノクローナル抗体である。イルマイナス 1β 以外のインターロイキンマイナス1、群には作用しない。商品名、イラリスヒカチ中用 150mg。開発コードアクス885。カナキヌマブは、クリオピリン管練習期熱症候群の治療に、用いられる。米国で2009年6月に、 欧州で2009年10月に、日本で2011年9月に承認された。キャプスは、自己免疫疾患の一種で、家族性関連アレルギー、マックル、ウェルズ症候群、新生児期発症多臓器系炎症性疾患等が含まれる。日本で承認されている効能、効果は、である。重篤な感染症や活動性結核の患者には、近忌とされている。 日本国内と海外での知見を合計すると42.6%の患者に副作用が見られ、主な副作用は鼻咽頭炎、口内炎、気管支炎、頭痛、体重増加、減運等であった。重大な副作用には重篤な感染症等と高中級現象が明記されている。感染症は時に致命的な天気をたどる。金木沼部を 関節リウマチの治療に用いる臨床試験が実施されていたが、2009年10月に完了した。その他にも、慢性閉塞性肺疾患や痛風、虚血精神疾患の治療に関するダイヤや臨床試験が実施されている。さらに、統合失調症治療への応用が試験中である。痛風治療の臨床試験の結果は、低用量ステロイドよりも良好であるが、 コストは5000倍以上かかる。ありがとうございます。